ボンダイビーチボンダイビーチの位置ボンダイビーチは、オーストラリアのニューサウスウェールズ州シドニー大都市圏に、ある人気のビーチであり、行政区画の単位であるサ、バーブの名称でもある。ボンダイビーチは、シドニー CBD の東 7km に位置し、基礎自治体、ウェーバリーミュニシッパルカウンシルに属している。周辺には、ボンダイ、ノースボンダイ、ボンダイジャンクションといったサバーブがある。 ボンダイビーチはオーストラリアを代表する観光地の一つである。ボンダイやボーンジは岩を越える破水、または岩を越える破水の音を意味するアボリジニの言葉である。オーストラリア博物館にはボンダイはヌラが飛び交った場所を意味すると記されている。1809年、道路建設業者のウィリアム・ロバーツはその土地の土地権を取得した。1851年、 エドワード・スミス・ホールとフランシス・オーブリエンはビーチ臨海地の大部分を含めたボンダイの地域の200エーカーを購入し、その土地をザ・ボンダイ・エステートと名称づけた。ホールはオーブリエンの義理の父であった。1855年から1877年の間にオーブリエンは彼の義理の父の土地権を買い取り、をブリンズ・エステートと改名し、そのビーチと周辺の土地を ピクニック場所や娯楽リゾートとして一般開放した。ビーチが急速に人気を博したため、オーブリエンはビーチの一般開放の停止を強要した。しかし、自治議会はビーチを保留地にするために政府が仲介する必要があると考えた。1882年7月9日、ボンダイは公共のビーチとなった。百三十八年二月六日、一連の大波が ビーチを襲い、人々を海に引きずり込むという事態が起こり、5名が追死、250名が救助、または蘇生された。その日は、ブラックサンデーとして知られるようになった。ボンダイビーチは20世紀全体を通して、地元の人口の大部分を占める、ニュージーランドからの移民が住む、労働者階級の郊外であった。第二次世界大戦により、ボンダイビーチと東方近郊は、 ポーランド、ロシア、ハンガリー、チェコスロバキア、ドイツからのユダヤ系移民の住処となった。ユダヤ系の移住の流れは21世紀まで続き、その地区には数多くのユダヤ教会やコシェル製肉店が点在している。ここは今日多くの裕福なアジア人やサモア人が住む非常に多文化な地域と化している。多文化からの移住が資金供給をなし、 1990年代から21世紀にかけてその郊外の成長を促した。労働者階級のルーツから少しずつ中上階級を包括するようになっていった。それは近隣のローズベイや2003.2004-2005年に当国の最も高価な住所として登録されたベルビューヒルトにいた体系であった。ボンダイビーチは長い間。 ビーチでの不適切な予想意に対抗する取り組みの中心を担ってきた。このビーチは海を訪れる人々に対して提案されたドレスコードに反対すべく行われた1907年のシドニー海水浴服装抗議の中心であった。地方自治法条例第52条は金ある水着の着用について定めたが第二次世界大戦後上下分かれた。 ビキニが人気を博すという公開口論に終わった。伝説的なオーブレードローを含む、ウェイバリーミュニシパルカウンシルの b チの検閲官たちは、その条例を執行する責任にあり、水着の寸法を図り、世間体に違反する人々に b チを去るよう求めなければならなかった。アメリカの映画女優、ジーン・パーカーは1951年にオーストラリアで余暇を過ごしていた際、 レードローにビキニが小さすぎると判断され、ビーチを去るよう案内され、そのことが世界的見出しとなったその取り決めは、1950年代に急速に時代錯誤のものとなり、1961年には海水浴を行う人々に正確で適切な水着に身を包むことを求めると改定され、品位に対してより主体的な判断を許した。 1980年代までには特に北海岸でトップレースでの海水浴が一般的となった。シドニー水道局はビーチ南海岸の終わりからそれほど遠くない位置に未処理の下水口をそのままにしていたが深海の排水口の施行が完了した1990年代中頃に閉鎖された。このことから下水口閉鎖前には盆大ビーチには 人噴が浮かんでいるという噂がルフされ、その形状から、ボンダイシガーというスラングも生まれた。ボンダイビーチは約1トルの長さがあり、年間を通じて、たくさんの観光客が訪れる。オーストラリアライフセービングは2004年にボンダイビーチに場所ごとに異なった危険予測を報告した。北側の危険度を4と示したのに対し、南側は、 バックパッカーエキスプレスとして知られている有名なリガン流の影響で危険度7と予測した。それがバックパッカーエキスプレスと呼ばれるのは、ボンダイビーチがバス停から近く安全に遊泳できるビーチまで足を運ぶのに気が進まない観光客の存在のためだと言われている。ビーチの南端は日常的にサーファーに寄り場所を取られている。 黄色や赤色の旗によって安全に遊泳できる範囲が定められ、その範囲の中で泳ぐ洋観光客に促している。夏の間は、サメの網が海岸の南の部分に沿った他の浜と共有した海底にある。海遊時期の数ヶ月間に、クジラやイルカの群れが湾内で見られる。稀に小型ペンギンが、騎士の近くやサーファーの間で泳いでいる姿が見られる。2007年には、 水着撮影に関する大きなギネス世界記録がビーチで開かれた。それには1010 10人の女性がビキニを着て参加した。ボンダイビーチは2008年にオーストラリア国際遺産リストに加えられた。ボンダイビーチは毎年8月に行われるサーフファンランの最終地点である。そのレースはシドニーのビジネス中心街から ボンダイビーチまで1 4トルを乾燥する6万3000人を超える人を引きつけた。ボンダイビーチで行われる他の活動はフリッカーフェスと1月に行われるオーストラリア初の国際短編映画祭、6月に行われる世界環境で11月に行われる海での彫刻展がある。これらの活動に加えて毎週日曜日にボンダイビーチマーケットが開かれる。 たくさんのアイルランド人とイギリス人の観光客はこのビーチでクリスマスを過ごす。海の道は、ボンダイビーチの南端や北につながっていて、他のビーチは北側のクジービーチにつながっている。ボンダイビーチでは2000年、シュドニーオリンピックビーチバレーボール大会を行った。一時的な1万席のスタジアム、もっと小さいスタジアム、2つのウォーミングアップコートと3つのトレーニングコートが、 トーナメントが開催されるにあたり設置された。ボンダイアイスバーグボンダイライフセービングクラブは、世界の最初のサーフライフセービングクラブになるのを批判し、ノースボンダイサーフライフセービングは連合クラブである。どちらのクラブも1907年に設立された。ボンダイビーチのメンバーは、救命綱とその他多くのライフセービングの道具を発明した。 双方のクラブのライフセーバーたちは1日に最も大きな救助に携わり、ブラックサンデーとして知られている。ボンダイビーチは R&R で最も優秀なオーストラリアサーフライフセービングチャンピオンシップの金メダルを獲得し、北側のボンダイビーチはマーチパストで金メダルを獲得した。スイミングクラブの起源は1929年に遡る。 冬の時期に健康を維持したいと願う、献身的な地元のライフセーバーたちが始まりである。彼らは、ボンダイアイスバーグ冬季スイミングクラブを立ち上げ、教会を構想し、オフィスの担い手を選出した。その構想には、5年間の間、月に3度日曜に競泳を行うという規定が、含まれ、それは義務的なものであった。商業、居住区域の風景。 ショーイングキャンベルパレードインザセンター、ボンダイビーチはキャンプベルパレードと隣接する脇道に沿って多くの人気カフェやレストラン、ホテルなど海を見ながら楽しめるエリアである。ボンダイホテルはキャンプベルパレードの目印であり、1915から1920年に林生・トンプソンの監修で建設された。このホテルはイタリア風、連邦風、 開放的かつ古典的な要素が組み合わされ、ボンダイビーチの景観に重要なランドマークとして記載されている。周囲サンリストにも記載がある。スイスグランドホテルもキャンプベルパレードが開発したランドマークである。これは長年にわたって見捨てられていた古い公共土地に建てられた。ボンダイパビリオンはボンダイビーチの右側に位置する共同文化センターである。そこには映画館、 美術館、リハーサル室、会期室、アートワークショップ、スタジオなどが備わっている。ボンダイパビリオンは年間を通じて主要な祭りの中心となっている。周囲サンリストにも記載されている。毎年行われるボンダイビーチの美女コンテストなどの行事や数多くの祭りは観光客の目的地としてボンダイビーチを有名にした。ビーチは長くジョアン・バーンズ、レムレイや。 ブルック・エメリーを含む詩人の注目を集めている。ザ・バンズ・ボール・エラマのスケートボードコンテストは毎年2月にスケート競技場で行われている。2010年にスウェーデン家具ショップの IKEA はボンダイビーチに本が詰まった30個の本棚を設置することで30周年を祝福した。それは1日の行事で海に行く人々が物々交換や本を寄付することで開催された。 ボンダイビーチは多くの映画や t v シリーズメガボルトゲームのロケ地としても有名である。シドニーモーニングヘラルドの1997年12月6日の記事にはその地域の急速な高級化が記されている。言うまでもなくその地域は多様な共同体を保持している。ボンダイビーチはしばしば最も人口密度の高い郊外とされ、 その人口密度は1188人平方キロメートルである。2011年の国勢調査によると、ボンダイビーチには1748人の住人がいた。そのうち47.3%はオーストラリア出身である。他の最も一般的な出身地は、イングランドが9.0%、ニュージーランドが4.3%、アイルランド2.5%、 南アフリカが2.2%、アメリカ合衆国が1.5%である。68.7%の人々の未家庭で英語を話す。他の言語としては、ロシア語が2.2%、スペイン語が2.0%、フランス語が1.8%、ドイツ語が1.5%、イタリア語が1.4%話されている。最も一般的な宗教信仰者は、 無信仰が31.1%、カトリックが22.0%、英国国教徒が11.0%、ユダヤ教徒が8.0%、東方正教会2.4%である。1998年5月にアップルから発売された初代 iMac の青いボディカラーは、ボンダイビーチの名称にちなみ、ボンダイブルーと呼ばれた。ありがとうございます。